皆様こんにちは、特撮女子のパンナです。早いもので2022年もあと1ヶ月半ほどで終わりですが、ここ数日で特撮の各シリーズに関する新たな動きが続々と出てきたので、今回のフリートークではその期待についてちょっと語ってみたいと思います。まず特撮ファンの間で今一番ホットな話題といえばガメラ復活決定ですよね。これはこの動画を作っているまさに本日11月17日に発表されたのですが、ガメラリバースと題してネットフリックスで新作が制作されるとのことで、ついに令和ガメラが来たかということで怪獣ファンの間でも盛り上がっています。来年はゴジラの新作も公開予定ですから、同じ年にゴジラとガメラの新作が両方見られるという大変豪華な1年になりそうですね。思えばちょうど2年ほど前から平成ガメラのドルビー上映やシンフォギアとのコラボ、中山忍さんの令和ガメラが見たいという発言、ソフビの新作の発売などファンの熱意を再燃させるイベントがいろいろと続いてきての満を持しての今回の発表ですからね。平成ガメラの終了から23年、トトガメラからすら16年と待たされた時間が長かった分、感慨や興奮もひとしおといったところでしょう。なお今回の新作が実写特撮なのか CG なのか、はたまたアニメなのかは現時点で明言はされていませんが、特報映像の公開チャンネルが角川アニメなので、順当に考えればアニメ寄りの作品なのではないかとも言われていますね。最近はウルトラスーツのウルトラマンのアニメ化やゴジラシンギュラポイントも流行っていましたし、ガメラは他の怪獣ものと比べて子供との交流が強調されていたり、敵怪獣の造形が尖っていたり、平成ガメラではファンタジー的な設定も入っていたりと、割とアニメ向きな要素が多いので相性はいいと思うんですよ。可愛い女の子を主人公にして、その子とガメラが意思を通わせながら次々出てくる個性的な敵怪獣を倒していくみたいな話をワンクールアニメでやったら、一般アニメファンにも結構ウケるんじゃないですかね。どんな作品になるのか楽しみですね。それから今ちらっと述べたゴジラの新作は2023年11月の公開になるということで、特撮ファンの間ではちょっと監督の名前で不安視されている部分もありますが、戦後間もない時代の日本が舞台という設定は普通に面白そうだと思います。ユアストーリーとかドラ泣きのことばっかり言われる山崎監督ですが、永遠のゼロとかの戦中戦後の時代感の演出はすごかったですからね。こちらも今後段階的に作品内容の情報が明かされていくでしょうから、いい作品になることを願って待つしかないですね。続いて旧作シリーズに関する新たな動きとしては、11月16日にメタルヒーローシリーズ40周年のツイッターアカウントが開設されたことも大きいでしょう。同日には主題歌集の CD や宇宙刑事ギャバンのブルーレイボックスもリリースされており、さらに今回開設された公式アカウントでは、ギャバンとサイバリアンの超合金や B ファイターカブトのグッズといった新商品の発売も告知されています。個人的にメタルヒーローの商品展開というと、いつもギャバンばかりで、シャリバンやシャイダーはまだしも、それ以降の作品にはあまり光が当たらないのが残念だったので、今回早い段階から B ファイターカブトのグッズも見せてくれたのは結構嬉しいですね。私はリアルタイムでメタルヒーローに熱狂していた世代ではないんですが、やっぱり出すならいろんな作品をまんべんなく展開してほしいという思いがあるので、続報を結構楽しみにしているところです。ちなみに今年の3月に白倉さんがブラジルの記者とのやり取りの中で、メタルヒーローに関して新しい映画の企画が進行中と回答していたことがありました。この時は間もなく発表できると思いますと言われていながら、結局その後の続報がないのが気になるところですが、この話がまだ生きていたなら近々メタルヒーロー関連の新作映画の告知が出るかもしれません。ブラジルでのジャスピオンの映画化もコロナ以降ずっと企画が止まっているようで、先日の時点でまだ脚本が完成していないとか、投影と再調整が必要になったといった話も出ていましたが、もしかすると白倉さんの言っていた新作映画の企画がこれと連動する形になるかもしれないですしね。なお私個人の希望としては、本当にメタルヒーロー復活を目指すのなら既存作の続
編や客演ではない全くの完全新作を作らないといけないと思うんですよ。スペーススクワットの続きももちろん来てほしいですけど、結局それを喜んで見るのって既存作のファンが中心になりますからね。そうではなく、ウルトラで言えばティガー、ライダーで言えばクーガのように、これまでメタルヒーローを知らなかった世代の子供が新たに見て新たにハマってくれるような新作を出さないと、本当の意味でのシリーズ復活にはつながらない気がするんですよね。世代ごとにいろいろな思いがあるでしょうが、個人的にはそっちの方面にこそ期待したいですね。といったところで、ここ最近の大きな動きについて語ってきたのですが、来年はもちろん新仮面ライダーの公開もありますし、戦隊シリーズでもドンブラザーズの次回作はもちろんのこと、ハリケンジャーとアバレンジャーの新作 OV も控えています。もちろんウルトラシリーズもギャラファイの第4弾やガイアの令和版が来そうですし、その先にはこれは2023年中には入らないでしょうが、続新ウルトラマンや新ウルトラセブンの企画も存在していますからね。それは先の話なので置いておくとしても、少なくとも2023年だけで新仮面ライダーゴジラの新作、ガメラの新作、もしかしたらメタルヒーローの新作までが確定しているわけで、特撮ファンには熱狂続きの1年となりそうです。そしてそうこう言っているうちに、11月18日の0時からアマプラで新ウルトラマンが配信開始とのことで、この動画が公開される頃には早速視聴している方も多いかと思います。ソフビの新作もまた出ることですし、この配信開始で新ウルもまた盛り上がりそうですね。ちょうど今年度の SNS 流行語大賞で、いわゆるメフィラス構文の私の好きな言葉ですがノミネートされたことも話題になっていますし、また折を見て解説動画も作ろうかなと思います。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。